5チーム中1チームが脱落する1回戦結果発表。トップ3チームは混戦ながら頭一つ抜け出した。ギリギリの首争いでインスタイル B が敗退した。トーナメント初戦は2本ずつで勝負だ。さあ第138回イカ天中国大会も決勝団体トーナメント、アグレッシブ、練習走行で1台がいなくなりました。あそこなんかいます。あそこになんか、あそこになんか悲しい状態におりますけれども、どのチームが優勝するのか、それでは早速団体戦行ってみましょう。最初の対戦はアクトアフール対与党71滑走組。さあということでいよいよスタートしてまいります。4台でということになります。鉄拳4番の高橋芳雄はおりません。この若手チームいい3台目の失敗からちょっとバラバラになってしまいました。これはちょっと得点が低いところです。さあその対戦相手与党71滑走組ウィズ A ラインジャパン、86が先頭だ。71はもう置いていく。お、綺麗についてった、綺麗についてった。一応ドリフトはしたですね。悪くはない、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 悪くはない。98点。ちょっと今のところまだいい得点が出ていない。アクトアフールイズアグレッシブ、可能性はあるよ、はい、この辺は近いですよ、いい距離ですよ。さあ4台でスピードは速いです、スピードは速いです。まだわからない、来た、ワンツーシュー、来た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 、いけいけ、どうだ。ちょっとしっかりは戻ったけど赤いのかな、惜しい。赤いのがリズム戻ったですね。近いね、近い、近い、いいじゃん。でも得点は上がったぞ。逆転しましたよ僕の中で。あら、そうなるとやっぱね、距離が気になりますね。71、なんていきなり離れるんだよ。71せめて71をドリフトしておけば5台ですからね。同じような距離でいけばね、うん、ラスト1、2、3、4、71が飛んでった、71を打った、うん、微妙、距離がね、微妙な距離、86が飛んでた、86、あれはいただけないね。ということは、ということはもしかして逆転、決勝進出、アクターフルウィズアグレッシブ。イエイ。続いて MMM ジュニア対玉島人。さあ来ました、まずはチーム MMM ジュニア、広島からやってきた。このチーム何歳の走りは MMM、 いい状態に来た。ワンツースリーフォーファイブ、いった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 、これは調子いい、距離が危ない、一番最後が、そしてそれからちょっとバラついた。途中までは良かったんですけど、非常に良かったですよ。何に先頭はね、だいぶアンダーを出して外まで行ってますからね、うん、今ね。なるほどね。MMM ジュニアに対して玉島人、玉の島の人、ね、玉島人、ゴールドマシン磯部を先頭に入ってきた。1本目ギリギリのところ、壁ギリギリ、ワンツー、当たった、落ちた、踏ん張った、踏ん張った、踏ん張った、危ない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 、そっち上がってる、すごいギリギリ、なんか見せます。セフィーロ、セフィーロいいですね、いい距離、いや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 、玉島人ギリギリ、ここでひっくり返せないと決まりですよ。 MMM なのか、それとも玉島人なのか、広島か岡山か、黄色がターニングポイント、先頭に振り切った、いい感覚だ、いい感覚だ、あー黄色が、黄色が戻った、しっかりも戻った、後ろも危ない危ない、あー落ちた、危ない危ない、あー危ない、あーバラバラ、ダメだこりゃ、あらどうした、ダメだこりゃ、ちょっとあれですね、決定、決定ですねこれね。さあスタートしました、ゴールドを先頭に入ってくる5台、どんな走りをするかどうか、さあ来た、5台が重なるように走り、アウトギリギリから、あー、近すぎ、あー、狙いすぎ、行きすぎ、ちょっと、ちょっと無理だよね、ここの距離は。意外と軽傷だったよみんな、いや近かったからね、もう、うん、どうやらこれ1本目の走りで勝負ありと、決勝進出したのは玉島人です。決勝戦は本番1本勝負だ。さあいよいよスタートしていきます。決勝はまずはアクターフールイズアグレッシブ、さあ4台でのいい距離ですよこれ、1本目の走りはいい距離だ、近い近い近い、おー近い近い、おーいいよいいよ、このタイムいければいければいければ、悪くない悪くない、いいね、最後にいければ、
いですね。今のはね決めたですよ。さあ玉島陣4台ということになりました。あいつげるからね、あいつが最高尾に3台目ですよ。3台目なんだ、はい、おあっちなんかちょっと違うライダー、ほらおいやっぱりなんだそれ、なんだよなどうしようなんていう無茶苦茶な走り方なんだよ。あれは危険マークは逆でしょう。もう本当危ない、身内ないでもダメ。あれはなんであそこ入ってったかな。なんでだよ、めちゃくちゃということで、どうやら決勝戦決定です。さあ第138回イカ天中国大会すべて無事終了いたしました。お疲れ様です。夏の甲子園のようですね。そうです。早速発表してまいりたいと思います。優勝したのはアクトフールウィズアグレッシブ、やったー。若いチームが見事に優勝という。若手チームアクトフールウィズアグレッシブが優勝。3位は与党七一滑走組となった。それでは特別賞の発表、野村さんお願いいたします、はい、これは優勝者よりも素晴らしいですよ。はい、ゼッケン17番、はい、井本、はい、井本よろしい決定です。特別賞です。お渡ししますけれども、はい、これ商品の代わりにちょっと、はい、この後残って説教でございます。説教よ、はい、人に迷惑をかけちゃいかん。これ一言、はい、そうだ、誠に申し訳ございませんでしたこの映像を見ると自分でもびっくりしますですね、はい、すごいことになってますからね。全く関係ないところですからね、はいはい、さあということで、このイカ天にぜひ出てみたいという方は5人1組5人1チームでこちらの方まで応募してください。お待ちしております。はい、ということで今回の第138回イカ天中国大会は無事終了。また別のところどこかで皆さんお会いいたしましょう。さよなら。